アブハズ人は、主として、南コーカサスのアブハジア地方に住む民族、アプスア人と自称する。19世紀後半、ロシア帝国が、カフカーズ戦争によって、北、カフカースを併合すると、ロシアの植民地的支配を嫌った多くのアブハズ人が、オスマン帝国に移住し、1、現在でも、数万数十万人のアブハズ人がトルコに住んでいる。また、旧ソビエト連邦国家、 特に、ロシア、ウクライナ、カザフスタンなどにも多くのアブハズ人が住む。アブハズ語は、北西コーカサス語族に属し、東スラブ語の一つである、ロシア語とは、もちろん、コーカサス諸語の中で、カルトベリ語族に属するムルジア語とも異なる言語である。この地域に住むいくつかの部族に言及した古典資料はあるものの、部族のはっきりとした出自や所在地については、 意見が分かれているアブハジアの研究者や一部外国の研究者は、ギリシャ・ローマ時代の歴史家ア、リアノスや、博物学者代、プリニュースの著作で言及される、アバスグ人やアプスイル人が、アブハズ人の祖先ではないかと考えているが、一方ではこれらアパスグ人やアプスイル人は、ジョージア国の多数民族である、カルトベリ人やその種族の祖先とする説もあり、 この歴史認識の違いは、領土の貴族認識の違いとも相まって1989年のアブハジア紛争など今日の民族紛争の原因となっている。10世紀後半までの間により人口規模の小さい様々な民族的サブグループが現代アブハズ人へと修練されていった。そのうちいくつかのグループは19世紀後半ロシア帝国が北。 カフカースを征服した時に故郷を失い、ムハジールとなってオスマン帝国へ移住することを余儀なくされた。780年代にアンチャバズエ王朝がアブハジア王国を建国し、東ローマ帝国の支配から自由になると、アブハジアはグルジア文化圏の一部となり、当時のアブハジアの貴族、聖職者や教育を受けた人々は文化と教養のある言葉としてグルジア語を使用した。 その後20世紀初頭ロシア語がその地位にとって変わるまで、グルジア語は多くのアブハズ人にとっての第二言語であった。11世紀初めから15世紀にかけて、アブハジアはグルジア王国の一部であり、その後独立してアブハジア公国となるも、結局オスマン帝国に占領された。年代から年代にかけてのロシア帝国のアブハジア征服は、 多数のイスラム教徒アブハズ人をオスマン帝国へ追いやることとなり、また、アブハジアのロシア化政策を強力に推し進める、短所ともなった。結果として、移住、離散したアブハズ人の数は、アブハジアに住むアブハズ人の数の倍と見られている。離散民の大多数はトルコに移住し、その数は現在10万から50万人に上る。また、 少数がシリアとヨルダンに住んでいる。なお近年リサン民は西側諸国、主にドイツ、オランダ、スイス、ベルギー、フランス、イギリス、オーストリア、そしてアメリカ合衆国へも移住している。1922年アブハジアと周辺諸国の地図1917年のロシア革命の後、アブハジアは短期間ウルジア民主共和国に支配されたが、1921年に ロシア赤軍によるグルジア侵略の結果として、グルジアソビエト社会主義共和国と共に、ソビエト連邦の構成国となった。1931年、アブハジアはグルジアに属する自治共和国に降格された。スターリンが権力を掌握すると、強制的に農場集団化が進められ、地元の共産党エリートは粛清された。さらに経済的成長分野である農業や、 観光業には多くのアルメニア人、ロシア人、グルジア人が流入し、アブハズの学校はいとも簡単に閉鎖された。結果1989年の時点では、アブハジアのアブハズ人の人口は約9万3千人であるのに対し、グルジア人は24万人で全体の45%、アルメニア人は15%、ロシア人は14%を占め、 アブハズ人以外の人口が大幅に増加した。1992年から1993年のアブハジア紛争を経て、アブハズ人の人口比率は約45%となった。残り約55%はロシア人、アルメニア人、グルジア人、ギリシャ人、ユダヤ人などが占めている。2003年の人口調査ではアブハジアに住む アブハズ人は9万4606人とされているが、この地域の人口統計データに関しては、その正確さが疑問視されており、他の統計数を上げる報告もある。なお、2005年、事実上のアブハジア大統領であるセルゲイ・バガプシュは、アブハジアに住むアブハズ人の人口は7万人に満たないと発言している。アブハジア宗教もサンショ照グルジア正教会のピツンダ制度、 アブハズ人の宗教は主に、キリスト教正教徒とイスラム教スンナ派に分かれるが、これらいわゆる、アブラハムの宗教ではない、土着固有の信仰も、依然根強い。キリスト教は6世紀、東ローマ帝国、ユスティニアヌス王朝の第2代皇帝ユスティニアヌス一世によって、導入され、中世後期のグルジアの王によって、より一層強制されてきた。 16世紀、オスマン帝国の支配下となった時スーフィズムの伝道者や北方のアディゲ族からの圧力によって、キリスト教の影響力が低下し、アブハジアに居住する者の多くはイスラム教徒となった。その後アブハジアは、コーカサス戦争によって1810年にロシアに並行され、1864年には自治を廃止されて、スフミ軍管区となったが、この時、 ロシア側は、アブハジアの政教、ロシア化を狙って、ロシア人修道士団をピツンダに移住させ、1875年12月には、アトスにあるセパバンテレーモン修道院のロシア支部、シンアトス修道院の建設を、ピツンダで始めている。こうした、ロシアの植民地的支配を嫌った、アブハズ人は1866年に、アブハジア放棄を起こし、 1877年から78年のロト戦争の後には、アブハズビ島を含むカフカースのイスラム共寸な派諸部族の間にオスマン帝国領に移住しようとする動きが起こった。この結果、アブハジアからは人口の半ばを超える6万人ほどがオスマン帝国へと移住した。ありがとうございます。